じゃあこんにちは。はい、さあ豊さん、ちょっと異例なことなんですけれども、はい、DeNA が31日今日ですね、1軍と2軍の紅白戦を実施したということで、まあそうだな、この時期にまず1軍2軍の紅白戦なんてまあないですね。まあないよな、はい、まあないけど、はい、やっぱゲーム感だろうな、はい、ゲーム感とやっぱ投げてないピッチャーをある程度試合形式で投げさせないと、はい、ブルペンだけでは肩ができない人もいるんだよ、はい、でゲームに投げて紅白戦でもね、はい、少し肩の張りを作らないと次の登板に支障が来るという。そうですね、うん、つまりその、まあ、巨人戦が中心になったこと、はい、プラスそのオールスターの期間も、はい、その実戦がないので、まあ、約1週間ぐらい空いてしまった、まあまあね、まあ、ただね1週間ぐらいだったらまだいいよ、はい、疲れを取ったりとかね、はい、で DeNA は、まあ、オースティンが帰ってくる帰ってこないっていう話もあったし、はい、で宮崎が怪我してた、はい、で牧も万全では足首が万全ではなかったとか、うん、まあ、ちょこちょこやっぱ怪我人が出始めてたんだよね、はい、で外がコロナとか、うん、だからこれを整えるためにはすっごいありがたい時期だったというふうに俺は考えてるけどね。変な話ですけれども、この休みがちょっとあったこと自体 DeNA にとってはまあすごく得だったから。ただやっぱり今日は紅白戦やっとかないと、やっぱり火曜日から試合があるので、まあ、ゲーム感だよな、うん、やっぱ打席の感覚だとか、はい、ゲームに対しての感覚、はい、ゲーム感ってじゃあ何かってよく言うじゃない、うんうん、はい、あのね、ゲームがパーッと開くと、やっぱこうピッチャーが投げてくるボールが速く感じたりだとか、はい、なんか体がこう構えてもふわふわしてたりだとか、で、まあ、ピッチャーだったらよく言うじゃない、肩が軽すぎるとか、だからそういうことになってくるんだよ、ゲーム感って、はい、うん、だからそういうものを解消するために、まあ、俺は悪いことではないと思うけどね、うんうん、プラス特に隔離とかももちろん DeNA の選手で、ね、通常の選手はないので、はい、まあ、軽いランニングであったりとか、うんうん、キャッチボールなんかはできますしね、フリーパッティングとか、まあまあできるけどね、はい、できるけど、やっぱり一番心配なのはやっぱゲームのそういった、まあ、感覚だよね、はい、まあ、そういうものが失われるっていうのが、うん、ちょっと怖いけどね、まあここまで戦ってきたから、はい、まあ1週間ぐらいじゃ大丈夫、まあ、大丈夫だと思う、まあ、それよりも怪我人だとか、はい、病人だとか、うん、そういうものが復帰してくれた方がありがたいというね。逆にこのちょっと試合感が空きすぎてしまっているのが巨人で、はい、まあ、7月の20日ぐらいからもう試合、うん、まあ、そこから、ね、陽性出てしまったので、うん、全く試合もできていないですし、まあ、隔離されている状況なので練習もできてなかったと、はい、まあ、そうだね、はい、まあ、隔離、まあ、症状が出ない人っていうのは、はい、まあ、隔離をされながら、うん、まあ、個別で体を動かしたりとかはしてたとは思うけどね、うん、思うけどやっぱその10日以上空くとね、やっぱり一からやり直しだよ、体作りから。結構やっぱ緩んだりだとか、で次慌てて復帰すると怪我につながったりだとか、はい、やっぱこう心配だよね。そうですね、うん、ただそのコロナからもう陽性だった人ももう隔離も明けて通常に戻ってきました、うん、そこでじゃあ試合をするのかなと思ったら、うん、すぐに試合をすると怪我をしてしまったり、ベストコンディションじゃないのでちょっと時間をくださいと。いや、まあさ、時間あげるけどさ、はい、だからヤクルトはどうするんだって。そうなんです。ヤクルトとか日本ハムなんか44人も出してるからね。で、やってますからね。やってるからな、やって勝っちゃってるからね。そうなんですよ、ね、だからそれはそのなんていうの、戦術戦略で、はい、まあ、勝つというかね、うん、まあ、そういうこともできるし、はい、うん、だから、まあ、ただジャイアンツの場合はもう ほとんど1チーム分コロナでしょ、はいはい、だからまあこれはちょっと無理かなっていうふうに、まあ、相手チームにも迷惑かけちゃいかんしさ、うん、はい、これはちょっと無理かなとは思うけど、はい、まあ、そのコロナになった症状だな、ま、熱が出ると、うん、とか関節とかに熱が溜まって、はい、節々が痛いだとか、うん、だとか、まあ、そうなってくるとやっぱり腹筋ちょっと時間かかる、ね、無症状であればまだ、まあ、なんとかねっていうことですよね、うん、それも打者もピッチャーもやっぱりちょっとそう、例えば関節痛とか倦怠感を持った症状になると、うん、やっぱり試合ってなるときついです、ね、やっぱきついよ、やっぱその分休まなきゃいけないし、休んだら筋肉緩むし、はい、でそれを張りを持たせて力を戻さなきゃいけないわけでしょ、はい、この作業ってやっぱ大変だよね。で一応現時点ではその8月2日の東京ドームの阪神戦から、はい、試合をやるんではないかと言われているんですけれども、ね、阪神といきなりですよ。本当にやるのか。でも阪神強いなおい。いや、投打ともに強いですよ。今乗ってるよ。あのね、はい、尻尾が見え出したから。
来ると思う。ああ、ツバメの尻尾が。はい。いやだからその目標を持ったチームっていうのはやっぱ強いよな。でしょね。そこと巨人はいきなり、うん、あの休み明け当たるんですけど。まあね。まあ、まあそれはしょうがないよね。それは、はい、相手選べないからさ。そうですよね、うん、で他球団にも迷惑かけてるわけだから、はい、また休むってことは多分ないですよね、まあ、中日 DeNA は迷惑を被ってるわけでしょ、はい、まあ、迷惑って言ったらまあしょうがないけどね、うん、しょうがないけど、まあ、ちょっと負担はかけてるよね。あの日程的なスケジュールもタイトになるしね、うん、はい、うん、だから、まあ、そういう意味では早くやった方がいいけどね。まあそうですよね、うん、でなるとこれは阪神側は休み明けの巨人と戦うことになる3連戦、これはあるかもしれない、3連勝みたいないやあるでしょ、十分十分に。ここは負けれないよ。まあそうですよね、うん、そりゃやっぱりね、ヤクルトにあれだけ勝ったんだったら、はい、それジャイアンツにも勝ってくれないとさ、はい、ヤクルトが怒っちゃうそう、いや で、まあ、でもヤクルト怒っちゃうっていうか巨人が下の方にいるからね今ね。今そうですね、うんうん、だから巨人頑張れって、だからコロナのチームは応援するような形になるかもわかんないけど、ね、そうですね。ただやっぱり巨人は厳しいですね。絶好調の阪神と休み明けで、いややっぱ阪神は自信があるね今、うん、やっぱ借金最大16から跳ね返してきたという自信と、はい、うん、やっぱこう目標に対してなんかこう見えてきたものがあるから、はい、まあ、追っかけるよね。そうですよね、追っかける追っかけるということで、じゃあヤクルトで、ヤクルト実は高津監督の記事が先日上がってたんですけども、やっぱり今チーム力が一回下がってると。それは7月の8、9、そこを境、まあコロナですね、そこを境にもう今ちょっと踏ん張り時だと。やっぱり選手が帰ってきて、例えば山田哲人選手でも中村選手でも準備万端で戦えてない、そんな中で戦わなきゃいけないっていうのが今非常にきついっていうふうにおっしゃってたんです。まあそりゃそうだろうな、うん、あの形はね、まあ例えばその山田、はい、村上、サンタナ、中村、オスナって、うん、形、まあ長岡って形は見えたよ、一番塩見って、はい、形はできたけど、これが万全かどうかっていうのがさ、はい、だからやっぱこう勝っていくとチームがぐっと乗っていって、チームごとリズムに乗るっていうことはあるけども、はい、そのリズムがもう全くなくなってるわけだから、はい、なんかこう貼り付けたような状態でこう来てるからね、はい、だからなんて言うんだろう、こう流れがないよね打線に。いやそうだ、やっぱりあの選手が抜けてる中で戦ってたっていう、あそこから崩れてきたんですか。こう高校野球みたいなトーナメント、はい、最近の予定っていうのはさ、1試合やったら3日ぐらい空いたりとかもしちゃうんだよ、はい、だから1試合勝った勢いなんていうのはどっか消えちゃうんだよね。いやだけどプロ野球の場合っていうのは、まあ、6連戦とか長くて9連戦ってあるじゃない、はい、やっぱポン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 と勝っていくとさ、うん、やっぱ波に乗っていくんだよね、うん、それとやっぱ自信というか、うん、いやもうこう今の状態だったら絶対負けないよみたいな、うん、そういうこうリズム、まあ、精神的な優位、まあ、そういうものができてくるんだけどさ、やっぱこうリズムにまだ乗り切れないな。ですよね。これまたリズムが戻ってくる、あの時のヤクルト。いや俺は戻ってくると思う。いつぐらいに戻ってくる。だから8月、まあでもね、8月中頃ぐらいには戻ると思うんだけども、あと2週間ぐらいですね、うん、なんていうの、やっぱ劇的なことがヤクルトって起きてきてたんだよね、うん、まあ、例えば開幕の7点をひっくり返すとか、交流戦の頭で村上がサヨナラを打つ、山崎がサヨナラ逆転スリーランを打つ、こうやって事の始めにすごく劇的なことがあって、それで波にグッグッグッと乗っていくタイプだったんだよ、はい、で後半開幕阪神と当たったよね、はい、これまずいチームと当たったなと思ったと思うよ、うん、阪神にポンポンと頭が叩かれたでしょ、はい、リズム乗れないんだよ、やっぱり いけないんだよ。そしたらやっぱチームにピッチャーに何ができ精神的にできるかというと怖さが出てくるんだよ、はい、やっぱ負けられないという、うん、ここで救世主が現れないと苦しいよっていう、はい、ゲーム差がまだありますけど、それでもやっぱりだんだん危機感って、うん、やっぱり嫌なもんだよ。だってなんていうの、阪神が追い上げ出してきてから、はい、勝率って大体一緒だもん、ヤクルトと。あ、阪神の、うん、で今勝率っていうのはヤクルトが落ちて、はい、逆に阪神が勝率を上げてきてるわけだから、はい、そりゃ気持ちのいいもんじゃないよね。そうですよね、うん、っていうことはね、阪神優勝もあるんじゃないかっていうふうに可能性は残されてるっていう中で、うん、じゃあ今のゲーム差のままヤクルトが突っ走ることはない
ていうこと。いやいや、それは分かんない、うん、それは分かんないけど、いつリズムができるかどうかだよね、ヤクルトの。そうです、俺は一回取り戻すと思うよ。あ、まあ、8月の中旬ぐらい。ただその期間が長いかどうかっていうのは別問題として、一、はい、回グッと来ると思うよ、1週間ぐらいは、うん、これが継続して長あのリズムに乗っていけるかどうか、はい、まあ、ここだと思うけど、これからね、阪神がしんどいのは、はい、死のロードって言われてる甲子園を明け渡す、この死のロードは別にいいんだよ、うん、しんどくないんだよ、はい、ホテル暮らしで快適、ね、快適なんだよ、はい、で大阪帰ったら京セラドームも使えるし、はい、だからそんなに苦しくはないんだけど、うん、ただ移動が多いっていうのが俺心配なんだよ。確かにそうですね、うん、やっぱり移動するとさ、コロナのリスクっていうのは高まるんだよね、はい、だからそこが心配。そうですね、これコロナでバタバタっと視力が抜けちゃったりとかすると、はい、やっぱきつくなるよ。そうですね、うん、だからもうそういうのは見たくないんだよね、もう、うん、まあ、巨人があれだけのコロナの感染者を出し、はい、まあ、日本ハムが44人というね、はい、これも大量だよね、うん、でヤクルトが、まあ、なってちょっと失速したっていう、はい、見てるから、こういうペナントレースは見たくないよね。もうだから本当にね、阪神は気をつけてほしい、ここから。あ、やっぱり移動が多いっていうのはさ、それだけリスクが多いっていうことだからさ、うん、リスクを背負うっていうことだから、うん、本当に気をつけてほしいよ。今本当に調子がいいだけに、そこでまたねピタッと止まっちゃうっていうのは、そうだよね、うん、辛いですもん、ね、うん、だから、まあ、そういうことにならないようにね、まあ、気をつけてほしいとは思うけどね、うん、でもまあ阪神はこれから本当にセリーグを沸かしてくるんじゃない。あ、面白いこうゲーム展開というか試合展開に後々なってきそうな、うん、やっぱねこれからピッチャーがバテてくる、はい、でね、俺ね、佐藤がね反対側にホームランを打ったんだよね、はい、昨日、うん、あれがポンポン出だすようになると思うんだよ、これから。それは何かの、いや、佐藤はやっぱりね力強く引っ張ってっていうような、うん、なんかこだわりじゃないんだろうけども、うん、そういうバッティングスタイルだったんだよね。ここのとこ流して長打が出るようになってきているんだよ、うん、で1年目の春先ってキャンプの時とかどこでも入るよ、流しても入るよって、うんうん、あ、流しても引っ張ったような打球打てるよっていうようなことからあんまり見なかったんだよ、公式戦では。はい、でもね、流してホームランが出るようになったっていうことは俺はプラスだと思う。あ、じゃあ阪神のキーを握ってるのは4番の佐藤輝明選手だけど、俺は大山だと思ってるけどね大山くんは外せない大山は外せない大山のところに回ってくるんだから。あ、まあそうですね、打ち出したら佐藤が避けられるから。あ、で大山選手と勝負っていうことですよね。一方でじゃあ、うん、そこと阪神とセルであろう、例えば今県大会ヤクルトの4番の村上選手は今後、いや今後ね、ちょっとね落ちてくる可能性もあるな。これなぜかというとさ、コロナ一人だけかからなかったでしょ、まあ一人だけって言ったら変だけども、はい、あそこで一人で頑張ってたんだよね、はい、その疲れがね俺は心配。これ村上選手がちょっと疲れとか出てくると、うん、やっぱりチームに、いや村上がいなくなったら大変なことになるよ。村上がいてこそのヤクルトを出せるんだから、うん、だから、まあ、精神的に強い子だからね、はい、まあ、頑張り通すとは思うけど、うん、だけど、まあ、ちょっと疲れた時にねどういうバッティングをしてくれるのか、はい、まあ、そういうものも楽しみにしたいけどもね。そうですね、うん、ただね、やっぱりその移動が多くなったりとか、また今ね、うん、第6波そして7波っていうこともね先々言われたりとかもしているので、うん、なるべくこうならないようなあのチームの状況で最後まで行ってほしいですね、まあ、頑張ってほしいよな、はい、大変な敵だな。いや、一番の敵でしたね、まあ、そうだな、はい、はい。